中は、韓国の女性歌手で、ガールグループの今月の少女及び、同グループ内ユニットである、今月の少女、YYYY で、メインボーカルを務めるメンバーである、中西北道清州市出身。本名は、キム・ジウ。1999年10月20日、韓国の中西北道清州市で生まれた。本願は、近海金氏。家族には、両親と、弟二人がいる。 中の母親は声楽を専攻しており、幼い頃から歌手になることを夢見ていた。歌手デビューするためのオーディション時には、ビヨンセのヘイローを歌ったことを明かしている。その一方で、小中学生時代まではテコンドーもやっており、黒帯三段を保持している。地元である、清志州市内の小中学校を卒業後は歌手を志して、芸能関係者が多く通うことで知られる。 ソウル特別市内にある、管理園芸芸術高等学校実用音楽科に進学し、後に、今月の少女のメンバーとしても活動を共にすることとなる、同じ清志修士出身のキムリップと同級生となり、共に2018年に卒業した。デビュー前は、インスタグラマーとしても有名であったとされるが、現在はデビュー前に利用していた、インスタグラムのアカウントは削除されている。 今月の少女のメンバーとしてデビューする前の2015年には、KBS テレビで放送された、アニメ、誕生日王国プリンセスプリンの挿入歌、大人になりたいを歌っている。また、ドリームボーカル実用音楽学院や、FNC アカデミーに練習生としても活動していた。2018年6月10日、SBS 人気歌謡の、ミニファンミーティングでワイワイバイワイのメンバーとして、 公演する中2017年12月14日に今月の少女の10番目のメンバーとして公開され、同月28日にシングルアルバム中でソロデビューした。なお、今月の少女では各メンバーに象徴動物や象徴果物が定められているが、中の場合は象徴動物がペンギン、象徴果物がイチゴとなっている。 2018年4月27日には、同グループのイブ、ゴーン、オリビア・エトンの4人組ユニットである YYYY YY の活動とミニアルバムのリリースが発表され、翌月30日にミニアルバム、ビューティーシービートがリリースされた。2019年には、TVND ストーリーのウェブドラマ、必須恋愛教養では、ハン・ウンソル役として、自身初の俳優業に挑戦した。 2019年12月、MBC のバラエティ番組、アイドルスター選手権大会に出演。この際、中は番組スタッフの一人から髪を引っ張られる一幕があり、MBC には批判が殺到した。番組側はスタッフの不注意により多くの方に不快な思いをさせ、ご心配をおかけした。二度とこうしたことがないよう注意していくとの立場を発表し、 当該スタッフは深く反省しており、中さんに心から謝罪したとして、中に謝罪を表明している。2020年には、環境保護を目的とした中の単独 YouTube チャンネル、地球を守って、中と、翌2021年には、別の YouTube チャンネル、オトゥールザデーが開設され、YouTuber としても活動している。2021年以降は、3月30日に、 初のテレビ CM 単独出演となった東亜大塚のポカリスエットの韓国内における第31代イメージモデルに起用されたのを皮切りにサムスン電子のギャラクシーストアチキンブランドのチキン丸軽機動観光校舎シミュレーションゲームのウォーパスといったテレビ CM に立て続きに出演した2021年2月22日中は中学時代の同級生を名乗る人物から 学生時代にグループトークルームに招待し、私に悪口を言ったり、脅迫したりした。また下校中、校門の前で家に帰ろうとする私の前に立ちはだかり、悪口を言ったこともある。給食も食べられず、いつも一人で教室に残っていたし、匂いがするとしていじめられた、中が私に悪口を言ったり、脅迫したりした。また、私のものを盗み、 給食も食べられなかったなどといったいじめを受けたとして告発された。しかしこれに対して翌23日に中の所属事務所であるブロックベリークリエイティブはネット上で広がっている今月の少女に関連する噂は悪意のあるもので明白な虚偽内容です。所属アーティストについての虚偽事実が無分別に留付されることをこれ以上見過ごすことはできないと判断し、 所属アーティストを保護するために24日、法務法人広場を通じて、虚偽事実ルフによる名誉毀存在で告訴を準備していますと疑惑を否定する公式コメントを発表した。その後、中によるいじめを告発した人物は、主張が虚偽であったことを認めて、関係者に謝罪している。中によるハートポーズは、両手で自分の口元あたりに縁を作り、 それに噛みつくような動作をして、ハートを作るポーズで、噛みつきハート、チューハートと呼ばれ、多くの K-POP アイドルに真似されて流行するに至った。チュという芸名は、本名のジュを繰り返し言い続けると、最終的にチュに聞こえるようになったことからついている。同じ今月の少女のキム・リップやモモランドのジュイトは、高校時代の同級生で、親友であることを明かしており、 両者とも中の YouTube チャンネル、地球を守って中に出演経験がある。出演するテレビ番組や自身の YouTube チャンネルでは、テハートや指ハートといったハートポーズをたびたび披露したり、今月の少女のメンバーや共演者、スタッフをよく笑わせることがあることなどから、明るく愛嬌あふれるキャラクターであるとされ、実際に2020年に出演していた。 走る中ランニングガールズでは、共演した、ハニ、ソンミ、ユア、チョンハの前で、終始、ハイテンションに振る舞う様子が放送されると、視聴者からは、こんなに、愛らしい人は見たことがないと評されて、虜になるものが続出したと言われる。そのため、今月の少女のメンバーからは、ハート職人、愛嬌職人と呼ばれたこともある。また、自らの頭を相手に近づけて、 撫でてもらうようお願いするといったことを行うこともあるが、中自身で自らの頭を撫でることもある。ありがとうございます。